まあ悲劇って言えば悲劇ですよね。人間ってそういう狭間の中で一生を終えるんじゃないかなとは思いますけどね。だからそういう人たちの立場に立って、かなり難しい問題がいっぱいありますけれどもね。だけどいずれ人間は必ず死ぬし、いずれボケるし、だからやっぱり、年齢の高い方に、まあ、僕らが見てほしいですね。まあ、老人問題なんかもね、結構その中にいっぱい含んでますしね。